はい、山田です。今日紹介するのはこちらになります。ですね、先週発売されましたスイッチ版のベイブレード X のゲームなんですけども、まあ私ゲームの方は興味ないんで、こちらの付属ベイですねがだけ売ってるのをフリマアプリで探して買ってきました。で、内容なんですけど、グレードが忍びナイフ、メタルコートブルー、ガジェットが460、ビットがローフラットってことで、結構攻撃寄りなカスタムだと思うんですけど、これ忍びナイフってまんじゅうキングのおばあちゃんが昔使ってたベイですね。それではちょっと開けていきましょう。ブレードはこんな感じで綺麗なメタリックブルーですね。形が四角でだいぶとんがってる印象を持ちます。で、これはラチェットの、460ですね。真ん中はクリアブラックでラメが入ってますね。綺麗ですね。で、これがラチェットのローフラット、ビットの中心軸が、クリアラメ入ってるブルーですね。軸先は黒になります。で、この3つのパーツを組み合わせると、白身ナイフ460ローフラットの完成ですね。で、なんで、スタジアム5種かというと、当然バトルするからです。で、まあ、バトルの相手は、まあ、お察しの通りこちらですね。忍びシャドウ、防御と攻撃、果たしてどっちが勝つかというところでちょっと試合していきたいと思います。で、忍びシャドウの方が持久有利だと思うので、忍びナイフ後打ちでいきたいと思います。じゃあ BGM GO!3、2、1、おーし、おーし。スイングフィニッシュ。忍びシャドウにワンポイント。2ポイント。3、2、1、おーし、おーし、帰ってきた。新品種忍びナイフにワンポイント。3、2、1、おーし、おーし、
グストリームフィニッシュ。第1セットは忍びシャドウの勝利。続いて第2セットいきます。3、2、1、おーし、おーし、オーバーフィニッシュ。忍びナイフに2ポイント。自爆が多いっすね。3、2、1、おーし、おーし、オーバーフィニッシュ。忍びシャドウに2ポイント。3、2、1、おーし、おーし、次フィニッシュ。忍びシャドウに1ポイント。3、2、1、おーし、おーし、ファーストフィニッシュ。忍びナイフに2ポイントということで、第2セットは忍びナイフの勝利です。忍びナイフ結構攻撃力ありますね。さあ1対1になりましたね。ファイナルセット、3、2、1、おーし、おーし、次フィニッシュ。忍びシャドウに1ポイント。3、2、1、おーし、おーし、次フィニッシュ。忍びシャドウに1ポイント。3、2、1、おーし、おーし、粘り勝ち。忍びシャドウに1ポイント。さあ忍びナイフ後がなくなったぞ。ここで決めたい。3、2、1、おーし、おーし、粘る粘る、忍びシャドウ粘る。止まる。おー、スピーフィニッシュ。忍びナイフにはポイント。今ちょっと斜め打ちしたんですよね。ちょっとそれは良かったかな。
3、2、1、おーし、おーし、あーこれはダメだな。新フィニッシュってことで、白身シャドウの勝利。セットカウント2対1ですね。忍びシャドウの勝ちです。おめでとうございました。バトルするまではちょっと忍びナイフの方が勝つかなと思ってたんですけど、まあ私のシュート技量があんまり良くないのかな。まあ防御型の安定のある忍びシャドウの勝ちということになりました。以上になります。ご視聴ありがとうございました。